デラックス、はいよ、始まるよいけるイエーイ、はい、少ないな今日一人遅れとるねと思うじゃん。はい、もうすぐ来ますから。はい、はい、今日は、なんかいいですね、まあすいません、はい、なんかいきなりやけど2時間1000円高いって。じゃあ自腹切ろう自腹切ろう1000円出す、1000円出すから来てください。来てくれ、ほんとコメントいいね。そうだ。ハチってハゲのハチやな、これは。え、エビゾを超えるハゲ取るやなんか現れたの知ってるんだよ。何それ。それお前のハゲや。何それ何それ。おっ、地獄の水沢。遅いよ。遅れよ、遅れてる。それ何それ、なんか合コンで遅れて目立つやり方ちょっとね、今日5分ぐらい遅れてスタートした方がいいかなと。バスローブ元気だからんすよ。ね、バスローブ。ありがとうございます。よっ、おぉ、はい、よっ、いいよ、勢いを持っていって、いいっすね、さっぱりね、ちょっとね、かっこいい、はい、ちょっと、お風呂上がりやから、いい匂いする、いい匂いする、ほんとに今ね、はじめまして、はじめましてないけども、お風呂すいませんでした。よし、はい、待ってたよ、待ってたよ、ミサワ待ってたよ、ミサワ。いや、ほんとね、ちょっとね、地獄、一回地獄帰ってきたから、ちょうどね、よし、今週もね、はい、始めましたね。はい、始めました。今週スペシャル、スペシャルっていうか、初めて、はい、自己紹介しちゃった。自己紹介、今からです。小町よ、三沢町。本当ですか。そうですよ。三沢、本当いつも時間守らないね。本当、まあ、本当地獄やな、お前。ねえ、本当、クソやな。クソやな、あいつクソやな、ほんまに。じゃあ、はい、ドルチェワンの、はい、いいですか、自己紹介の方。はいはい、どうも、ドルチェワンの、ちょっと前に、こっち見、こっち見、あそんな狙ってないから、そんな狙ってないから。ほらほらほら、2カメだね、2カメでいくよ。どうも、ドルチェワンに入った伊崎陸です、よろしくね。恥ずかしいね、恥ずかしいね。仕事はきっちり行こう、よし、いい子です。オッケー、ありがとう。じゃあ実は目開いてるよ、目開いてるよ、バッチリだよちょっとむくんでるけどね。よし、じゃあ今日は、今日ね、まずね、はい、今日23日、はいはい、何の日23日、何の日ですか。どの日や、毎月23なんかありましたね。毎月あったやろ、なんか毎月なんかあったっすね。聞いたことありますね。最近ちょっと仕事出てないからかな。ね、何やったかな、ちょっと考えて。あれだ考えて、社長くん、ポク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 チーンドルチェ違う、デラックス始めるよドルチェでドルチェで、なんか、なんですかドルチェで、ドルチェでや、はい、で、今月から、セット料金がなんとドルチェでに限り、ドルチェでに限り、ただよー、でも本当ね、セット料金高いやぜ。セット料金高いですね。例えば高いもんないよ。めでたい。だから顔がうるさいでどういうことや。顔うるさいってどういうことやね。水だけ飲んで帰ったらもうただやね。そう、ほんま水しか飲まんけどね。すぐ。ほんと。いい。今日はいっぱい来るっしょね。今日はいっぱい来るよ。ね、一休さん。うん、そうだね、新右衛門さん。安定感抜群やね。という感じでやっておりますけどね。はいはい。じゃあ、いつもの行っちゃいますか。うん、じゃあ、いつもの行っちゃう、いつもの行っちゃう、行っちゃいますか。いや、今日ははい、一回行っちゃおうか、行っちゃおうか、行けるかい、行っちゃおうよ、行っちゃおう、行っちゃいましょう。シーエモンさん行こう、ほんと行こう、シーエモンさん行こう、視聴者見たよ、よいしょー、え
てってどうぞ見てハゲとるやないかいハゲとるやないかいパクリきたいやいや言うとりますけど行こうかこれ、ね、はい行きましょうお客様見たかもう視聴者見たなゴリゴリパクってきますよドルちゃん今日ビッキュンにね、はい、あのハガキ来てるからちょっと来てもらったんやけど、はい、2枚来てます2枚もですか今日もな今日何枚ですかまた5枚え今日毎回や毎回ね何ですかうん、いやすごい、ね、そう厳選なのねあの、うん、ドルチェいつドルチェあの2月の半ばからなんで、ね、もう1ヶ月半2ヶ月ぐらいですね2ヶ月やなはいそんなにいなかったっす1ヶ月半でしたねあのカップルは3ヶ月目に別れるって言うからお前3ヶ月目やめんなよ不安になる不安になるそれやめない方法教えて一休さんあちょっと考えてポク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 チーン頑張るいいよそうだね、来たね頑張る最高姿勢を今日これで行こうってすごいな俺ばっかじゃないかおっおじゃないわよし、じゃあ行こうマジでそれ何体操服違うわ中学校の時のやつ違うわ赤が似合うねありがとう情熱の赤そうお着ているハゲはい、いかんかいえいかんかやよ行くの俺遅いからさじゃあ行こう三沢のベロ三沢のベロがピチピチ T シャツゲイっぽいっぽいんじゃないんだよゲイなんだよそうゲイオッケーはよ行かんかいいいねいいねハゲイハゲイハゲイ今日あのねほらコメントいっぱい面白い人いるから、はいはいはい、あのなんかさこれもね企画的なさなんかさ何かしてとか何してっていうなんか要望そうそうそう俺らもさ考えても出てこないからさまあね考えてちょっと考えてポク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 チーンポクポクポクもうやわ早いかんかい足踏んのエビゾーさん出身どこですかって僕は関西です関西あの西成西成ね西成ちゃうわちょっとハゲーって東京ってどれぐらい1年生まれてきてどれぐらい？生まれてきて5、5、5歳です。まだ生え育ってないね。生え育ってない。そうだね。意外と東京来て、そうなんですよ。そうだね。うん。何歳？早いかんない。なっとんねん。お音待ってるよ。え、リクは？僕ですか？関西やね。僕も関西ですね。うん。結構か近くで。東京来てどれ？東京来て、そうですね。僕。2ヶ月弱ぐらいしかないそうなの、はいはいはい、生まれてきてどれぐらい生まれてきて、そうですねでも1ヶ月、4ヶ月ぐらい経ってるちゃんと喋れねえ手汗がすごい、手汗が飲んどけ、飲んどけいただきます、いただきますチェックがハガキ読まずに終わるつもりそんなことないですよ、読みますよ、はい、来てます来ております、うん、読もう読もう1万通ぐらい来てたからねいかんかいうんさあ、おとなしいよおとなしいよ寝起き何分寝起き15分ぐらい行こう行こう行こうじゃあ1枚目え、でもどこあ、俺俺、大ガードの下さあ、コメントで視聴者みたいな勝手に始まってるよリアクション通りで水を見ましたディ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 水は切れ悪いぞリアクション通りでよく見られるね、本当実家が区役所やから本当やぞお前何回やお前そうねごめん気で悪くてごめんね区役所通りで本当に行きます生まれてきて本当ごめんごめんもういいんじゃないか行こうかよし早くー行こう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 よしじゃあ行こう行きましょう行くのか行きますかそろそろ行こうでも春さん一回でも行きませんもう行こうか行きましょうオッケーオッケーよしじゃあ行こうじゃあいきますじゃあこの間セントラル通りでリクさんを見ました、はい、リクさんを見ましたひたすらセントラル通りを行ったり来たりしていたのですがあれは何をしていたのですかペンネームフライデーさんよりあーついにフライデー来ましたか初ハガキ初ハガキセントラル通りを行ったり来たりしていたやっぱ金曜日じゃないからだ個室ビデオやろお前そうっすね行ったり来たり個室ビデオ見られてるよ。握っとったよ。はい、ちょっとね、こちらに握ってますけどね。この前ほら、やっぱイベントがあって、うん、ね、ちょっとパーティーシャツっていうんですか、この白のおしゃれな
ベングシャツ買いに行ってきたんですよ。パーティー行ってパーティー行ってたんでね、パーティーパーティーがあったイベントが、ね、今カシャってよスライデーやね、スライデーさん撮られてるよ、撮られてるよ。そうそう、なんかいるね、ここいますね、ほらほらいやー本当にね、そうそう、でちょっとね、あのやっぱうん、なんか可愛い子がいたんでちょっと声かけてみようかなと思ってかけたんですよ。おちょっとやっぱ荷物あったらね、邪魔やしダサいかなのちょっと置いててね、うん、声かけに行ったんですよ。まあ案の定玉砕して、まあ、荷物持って帰ろうと思ったら荷物なくなってしまっててね、買いたてのおしゃれな白のウィングシャツが、ウィングシャツがこれあかんぞ、どこやと思って、ウィングシャツだけに羽ばたいていって、お前来とった、お前来とった、来てない、ボケてる、ボケてる、お前落語家みたいに喋るね、なんか今日今日なんかすごい足の幅が締めんかい、緊張してきた、緊張してきた、ね、緊張してきた、手汗やばいよ、手汗やばい、ね、セントラル通りでやばいやばい、置き引き、置き引きにあったんすよ。で、これあかん思って、ね、買いたてやからこれあかん思って探しまくったんすよ。そしたら前から歩いてきたリアから引いたホームレスのおっさん、全身真っ黒、ボロボロの服、やのにインナーだけめっちゃおしゃれな白のビングシャツ、完全に犯人は彼だね。はいはい、やったよいやー、まじゃまじゃ、チンゲ公開希望ってちょっと一回ちょっと出してあげて、なんでチンゲいやー、いいね、面白いね、まあ、いいね、やっぱね、ウィングシャツだけにね、うん、ウィングシャツだけにね、飛んじゃうね、飛んじゃう、最初の出会いが違うかったね、はい、うん、セントラル通りなだけにね、セントラル通りだけにね、セントラル通りちょっとどういうことか教えて、一休さん、いかんかいよ、オッケー教えて、一休さん、じゃあ、もう、リンク、もう一枚来てるぜ、おいそもそも、セッパセッパほら、よっしゃ、NG コメント来てるから行こう、じゃあ、この間、代々木でリクさんを見ました。おマジか、代々木でリクさんを見ました。よう見てるね、誰だい。おばあさんにものすごい勢いで怒られていて、リクさんはすごく謝ってました。一体何を怒られていたのですか。あれのネーム、ももクロちゃんより。あの時ね、ももクロちゃん来たね、あの時ね、顔が濃くて怒られた。いや、顔が濃くて怒られたら大変ですよ。おばあさんに怒られてた。おばあちゃんじゃないの。おばあちゃん、おばあさんに怒られた。おばあちゃんですね、多分それは。代々木のものすごい勢いで怒られてたって言ったよね。なかなかあのおばあちゃん怒られてもなかったんですよ。初めて怒られましたね。丸兄さん、今日読むの上手じゃんって。今日口回るね。今日回るね。そうそうそう。どうしたおばあちゃん、どうしたん。あ、そうそう、おばあちゃん。待って。めっちゃ近い。でもじゃん、俺もだいぶ近い。よっして。足と閉じかい。足閉じかい。狭い狭い。もうドキドキするから。なんで、はい、おばあちゃんね。そうそう。足と閉じかいよ。おばあちゃん。喋らんかい。喋ないで。手汗を止めんかい。手汗が止まらねえよ。すごいな、ここ、うん、よっしゃ。おじいさんに怒られたんや。おばあさんが、まあ、おじいさんに怒られてるけどね、今ね、ね、いつもね、シャツが、え、でもお坊さんに怒られた。お坊さん、お坊さん、おらい、どういうことなの、一休さん。おお、早く喋らない。おばあさんに怒られてるね。誰に怒られたの。おばあさんにちょっと怒られてる。おばあさんね。はい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 。ちょっとあのこっちで家借りようと思って不動産屋に行ってきたんですよ。うん、なんでや。もうそしてなんかそこの不動産屋にあの地図となんか名刺渡されて、おじいさん、おじいさん、不動産、不動産、すまない、おばあさんに怒られての不動産。いや、不動産行ってからのおばあさんですね。そうそう、ね、不動産にね、おじいさんが来て、そう、おじいさん、お母さんどこ行ったの。足を閉じるかいだから。エピソード言ってるけどね、エピソードっても2013年で卒業したらしいよ、この人。あ、今年2014年は團十郎で行くそうです。そうです、お父さん死んだな。お父さん死んだな、違う、お父さんが誰に怒られたの。おじいさんに。おじいさん、おばあさんが川に、川で溺れてたんだ。そう、溺れてた。死んだな、ね、死んだな。死んだな。いやー、パー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 。おもろいが、ごめんなさい、パパ。ふざけすぎました、ごめんなさい、すぎ、うん、すみません。じゃあちょっとハニパパ、ハゲパパ、CM 全然企画聞いとんがいハゲパパ、企画全然くれないや、ほんと。じゃあ一旦 CM 行こう。一旦 CM、 はい、行きましょう。ゴロリアン、
自分で鍵かけてんじゃねえのか。開かないドアはない。売り上げ上げるための全てがここにある。考えてる時間がもったいない。お前の気持ち一つだ。じゃあどこで働くの。エースコレでしょ。さあエースコレクションで働こう。筋トレのやつですかね。どういう、どういう、なになに、このこれ、ショツの手ポニョ、どういうこと。エビズを後ろから前からやってやりたいやりたい、後ろから前からジム行ってる、ジム行ってる、ハッケー、後ろから前から来てる、後ろから前から来てる、あれ考え。エビゾウさん来てますよ。あー来てる、はい、よいしょ。じゃあこの前新宿駅でマサヤさんを見ました。新宿駅でマサヤさんを見ました。すごくキョロキョロして気持ち悪かったです。死ねばいいのに。ペンネームとポッポッポッさん、ジジジって書いてるの。来たなまた。ジジジジジジさん、ジジジさん、また誰か殴ってたって書いてるよ。あら、新宿劇で、はい、キョロキョロしてたんだって。本当っすか。多分、あれですよね。本当よ。本当ですね、俺。電車乗ったの。え、電車乗ったの。電車なんか乗り方わからん。乗り方わからん。じゃどうやって乗るかって考えよう。ポークポークポーク、チンポークポークポーク、チンポーク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 、チンポーク。最後最後やるから。はいはい。あれ、早い。ブラッカシやから。みんなの取る。まーちゃん今日服着てる。服着てるか。グラを取らんかい。赤いグラ取らんかい。バンティーとかんかい。キョロ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 、どうしたのキョロキョロ。なんかたまにキョロキョロするんですよ。新宿で、ああそうか、これ、あ、ジムも行ってるもんな。うん、でもジムは全然新宿駅のじゃない。あ、そっか、あれ東新宿か。うん、そう、うん、うん、だからなん、分かる、酔っ払っとったんじゃん。あー、これ何時頃やろうな。はい、今日強制サポーターだよ。うまいこと言うな、うまいこと。ただね、サポーターだよ。大胸筋強制サポーター。そう、あれですわ、うん、多分エビゾサングラスかけて、あれですわ。おお、すまんめ、俺の話を聞け。ええわ、俺の話を聞け。オーケーオーケー、聞こう聞こう聞こう。あの、キョロキョロしとっただけです。あ、なるほどね、うんうん、死ねばいいのにって。ひどいね。ほんとほっといてももう死ぬのにね。そうなんだろう。短いから、それやないか。完全にではないよ、まだまだ残っとるわ。コケやコケコケ。あ、あの、エビゾウの毛あり画像
公開して今度が次出てます。ちょっと写真ね、来世でね、なるほどね、来世で今期も終了したから来シーズンに期待して、来シーズンやめとるやない、今シーズンはもう終わってしまうだ、来シーズンぐらい、来シーズンね、ないの、はいはい、行こう、だからないならかつてウィキペディア行こうでもないもん行こうじゃあちょっとないもん、ハガキがないよ、っしゃ、はい、いやでもね、お花見時期ですね、もう、はい、シーズン的に本当や、ね、ぜひみんな参加してほしいよね、ぜひみんなで花見行きませんか、うん、多分ね、代々木公園にいるから、酒入ってるのがミーサワーって、もう寝起き15分でこのテンションで花見、花見来てほしいですよね、このお花見といえば、花見といえば、はい、と桜、ハーゲ、お酒、ハーゲ、ポクチン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 、俺でも最近マサヤさんが進撃の巨人の巨人あの CM でしょ、誰かあの進撃の巨人見てる人います？ CM でしょ、CM ジグー焼き肉とか言ってる、そう気候衆、そう俺ね、そう進撃の巨人の気候衆にすげえ見えてきてマサヤさんが、俺も思うこの前ね、サウナでぶっ倒れたの、ぶっ倒れた時ね、こんな感じでぶっ倒れてた。進撃のマサヤ。まだそこ出てる。そうだから地獄のミサワ、いや進撃のマサヤ。分かった。じゃあ今日の合言葉。合言葉。進撃のポクチン。ポクチン。そんな僕ブワーって。超大型巨人って思う。いや気候種だから。こうやって走るからこれ。ミサワ見たよ。めっちゃ見たいな、この人。ほんと三沢はどこで見たの、ハル、ね、君赤黒のシャツ似合ってるね、やっぱり、やっぱもう赤と言ったらハルさんのテーマドルチェデやからね、ドルチェデやっぱ赤入れていかないと、赤入れていこう、どこにも入ってないやん、どこにも入ってませんけどね、どこにも入ってないやん、ちょっとだけ入ってます、まあ今日電話してきたやん、赤黒ですよね、ほんとお前じゃあね、赤の T シャツ1枚しかなくて小3 T シャツ持っとったから着てこようとしたら、うん、そんなんじゃねえよ、小さん T シャツ着て、でも俺の小さん T シャツ着てお前家で料理作ってるやん、寝巻きやないかも、結構好きです、始まりよ地獄の三沢対進撃のマサヤ始まるんじゃないこれ、パー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 、部屋着やないか、部屋着やないか、ね、ハルさんだけはね、おしゃれに気使ってるけどね、まあここ無難にやっぱホストらしくスーツ、ジャケットというか、で、まあ僕がちょっとあのガウンのなんか再利用したようなね、ちょっとチャージングで、あとはこれ、体操服、でも、ミサワはあのドルチェで一番おしゃれって言われてるからね、ね、大体ね、赤粉で行きますもんね、今日着替えるんやろ、今日今から、あの、今ちょっとこれね、皆さんに失礼ないようにこの格好してますけど、お店入った瞬間にもふんどし一丁になります、やったね、うん、俺は今日暑いね、やった、ハム兄さんの笑い方が地獄っぽいの、地獄やな、ミサワ、こないだスカル着てたでしょ、ね、どんだけ好きやねん、いやでもほんまにミサワ好きえ、でもね、本当にこの前スカル着てて一応ちょうどこんな感じ、あげとるやん、おスカルか、お前パーパー何対決、ハゲ対決かな、勝ったね、ファンがいる、ミサワ指名してないけど、そうやねん、俺お客さんが全然ねこの前ね、久しぶりに兄さんは誰さあ、ここに4人います、はい、本物のミサは誰でしょう知らんのかよ今日ね、コメントがいい、はい、今日なんかどんどん来るね、いいね、面白いな、マジか、1ハゲとるやん、エビゾン来たしょ、缶ビール出すよ、出るの、はい、でもね、ちょっとね、企画ねヘルプついて、そう指名はしないってことね、これヘルプついてくれたら誰やこれ、ね、そう企画ね、なんかないですかね、お花見シーズンに三沢の横ハゲ三沢の横はこの人やけどね、飛んでいや、そこでハルさんが三沢だろ俺じゃねえ、ハルさんが三沢だろ、
ハゲちゃうけどね、ほんとね。なんかあの、ほんま送ってほしいですよね、こういう企画がやってほしいとか。そうそうそう、なんかあのね、ヌード写真集出してほしいとか。俺ばっかしやけど。あ、お前ちょっと一回脱ごう。なんで見せよ、ちょっと筋肉を。いや、大丈夫。あれそれあれおじほつくればと思うでしょ。たまたま今日平均年齢がね。あら、顔がある。いい体してる、ほんと。胸板熱いですね。あ、でもドッキリ映像ね。いいっすね。ドッキリシャブだったんですよ。あの、マサヤさんがサウナでぶっ倒れて飛行士みたいな倒れ方をしてるシャメあるんだけど、ただね、ここ全開で出てるからね、ここが。ここ消して出しましょう。モザイクかけれるから。モザイクかけて、うん、おっぱいって、ね、エビゾーはね、ごちゃいだよ。エビゾーが理不尽に切れるドッキリ。あドッキリとかね。だからね、理不尽どころか毎日切れるからね。あ、ドッキリいいやん。いいね。なんか、一人だけ知らないで。ああ、そっか、スイーヌ日ね。ああ、それいいな。面白いし、ね、あれしましょう。じゃあ次、あの、6時からの収録なのに、6時半からって言って、いうやつやりましょう。ドッキリ行こう。ドッキリ行こう。今度ドッキリします。うん。一休さーん。え、どれちゃんの平気でね。失礼な、ほらドルチェ平均年齢31から32、バカ野郎、35から36だよ。でもドルチェ平均年齢ちょっと下がりましたよ、多分。うん、20歳、20歳から来てるから。そうやな、なってる。多分20、若い、ごめんなさい。前半が33。ここ最年少がもう29というね。みんな30代やん。俺まだ20代ですよ。あ、お20代。俺ギリギリまだ粘ってます。29ちゃん、下げてくれて。でもまなちゃんがだって生後半年ぐらい、半年ぐらい。そっかそっか、まだ生え揃ってない。下げてるもんな。まださ、生え揃ってない。そっかそっか。へその奥ぐるぐる巻きで生まれてきた。筋肉の塊やけどね、ほんと。もう終わっちゃうよ、もう。ほんまや。嫌だ。りく、なんかほら、言っとけ。あ、ほんまや、もう終わっちゃうよ。マジか、やばいね。なんか爪痕残そうで。最後にね、ほんまに。で、俺で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 みたいな。俺で俺で的なやつやったらいい。あ、なんかギャグやってもいいよ。いいよ。リクちゃん、いつものやつやったらいいよ。リクちゃん、あの、大事なやつ。だから近いね。あ、近い。お前いつものやつやってあげて。いつものやつ。リクちゃん、いつものやってあげて。今日初めてやからアピールしとかな。そうやね。いやー、ほんとにね、滑り感すごいね。お前。いや、そうっすね。おっと、見切れとるやないか。はよ、やらんかい。だから、足閉じんかよ。いけるね。よっしゃ、行きました。ほらほら、あの、ほら、もう終わった。じゃあ最後に、ならちょっと一休さん、はい、バイ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 。うわ、全日本ホスト歌がうまい王座決定戦、全国1万人の在籍ホストからたった一人選ぶ今大会で本格的アーティストデビューするのは一体誰なのか。参加資格はホストであることのみ。現在参加者募集中。ナイトチューブはあなたの夢を応援します。チケットお問い合わせはニコナイト @nightchube.net まで。ぶっている感覚に投げかけるすべもなく、黙り込んだことにされ笑っていたろう、さっきまで使い込んだ仮面をやめ、ラクダに紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なこの溺れているんだよ、息もせずに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。